さあ、それではお待たせいたしました。戦国ゲーミングのワン選手です。お,ますお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。いやー、本当にこの準々決勝のし。で、ね、韓国に対して、かなりワン選手もいいパフォーマンス見せていたんじゃないですか。うん、ああ、あ、そうですね。なんか。 もう弱気で言ってもしょうがないんで強気にいつも通りの感覚で行こうかなと思ってたら、うん、なんかいい感じに進んだって感じでしたね。<laughs> いやもう AD シード手はそれぐらいの気持ちを持ってないとねキュームさんね。そうですね。ただまあシート上げるんだったらロールスター Y もちろん強かったと思います。どんなところに日本とは違った強さ感じました？えっと日本の ちょっと違った強さというか、まあ自分たちも試合中に話してたんですけど、あのーはいはい、集団戦までは全然自分たちゴールドも勝ってましたし、流れ的には全然良かったんで、うんうん、その集団戦の戦い方とか畳み方とかフォーカスの仕方が自分たちまだだからそこを来シーズンまでに詰めようみたいな感じの話し合いはしてましたね。あ、もう来シーズンを見据えた動きうん、うん。そうです。はい。なるほどですね。野球部さんいかがですか。いや本当にお疲れ様でした。あざいます。 ま,あまずは、ワン選手自身としてもその念願の世界大会だったと思いますが、世界大会を通して、いかがでしたかいや今まで悔いが残ってたプレーばっかりだったんで、最後になんか思い切った行動で、いろいろ、なんかいろんなパフォーマンス、いいパフォーマンスができて、自分的にはすごい、すっきりしたって感じですけどね。はい、いや本当にそのすっきりとしたっていうところが、まあ、よくわかるような、そんな最後のカメラ映像だったと思います。はい いやあとは来季に向けてというところを先ほどお話し上げてくださいましたが、はい、そこに向けてま,まず一つどんなところを頑張りたい何を目標か教えていただけますすかそうですねちょっと中国のチームとかと戦ってスクリームとかしてて思ったのがちょっとその戦い方とかその試合の進め方を根本的にちょっと自分たちはあれ変えようかなっていうのを話し合っているのと、うん、あと集団戦をどういうふうに声かけとか立ち回りとかそういうのをあの言葉で共通していこうかなっていうのも。 やっぱゲーム中に話してたんで、うん、なんでそこを詰めていこうかなとは思ってますけどはいなるほどですねわかりましたでは最後に日本の皆さんに向けてメッセージをお願いいたしますいや本当にこんな長い間全国芸人グ応援してくださってありがとうございましたえっ、ー、と最後が自分が呼ばれるいやインタビューで呼ばれるっていうのがマジでムカつくんですけどまあ <laughs> 全然全然もうこれからも頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いしますしお願いします はい、以上で戦国ゲーミングワン選手へのインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。